はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、こちらディアゴスティーニの、アイアンマンを作るんですね、アイアンマンマーク3を作るんですね、こちらの第4号をやっていこうと思います。で、まあいつもの感じだと4号が終わったら、その後は毎週アップするのはサブチャンネルの方にして、こっちのメインチャンネルの方では、月に1回4号まとめてっていう感じでアップしてるんですけど、どっちがいいですか皆さんは。もし、固定も毎週見たい、メインチャンネルので毎週上げてっていうのであれば、よかったらコメント欄の方にコメントください。まあ、ちょっとどっちが多いかで決めようかなと思います。はい、基本的に、まあ、特にご希望がなければいつものように、サブチャンネルのに移行していこうと思っております。はい、というわけで、第4号進めていきましょう。はい、それでは第4号をやっていくんですけれども、第4号では、アークリアクターを組み立てるということで、まあ、アークリアクターのパーツとあと一部他の、パーツがついてくるので、そちらの作業をやっていきましょう。あと今回は電池もついております。はい、というわけで早速やっていきましょう。で、まずは、アークリアクターのリアクタークラウンって書いてますね。リアクタークラウンに、リアクターリングをセットで、このピンがある位置、ピンの大小があるので、ピンの大小を合わせて、ここにセットするんですが、この位置か、この溝が切ってある方がこっち側を向くようにしてはめてあげて、でそこに、リアクターの、この半透明のパーツですね、半透明のパーツをセットしてあげる。で、それをネジ AM を使って固定します。あ、ちなみにこのリアクターリング、リアクタークラウンか、このリアクタークラウンのパーツはダイキャスト製ですね。とここをビス止め、これちょっとビスがずれてるので決まった方向でしかつかないので気をつけてあげてください。でつくとこういう感じ。もうこの時点でね、かなりリアクターっぽさが出てますけれども、この内側に、このクリアのパーツ、これをセット、何のためにつくんだろうな、まあいいや、つけたら次に、この電池ボックスですね、電池ボックスを出してきて、スイッチをね、ここにぴったし合うようにはめ込んであげます。はめ込んであげたら、この中からこの LED を出してきて、この LED のパーツをこっちのくぼんでる面からこのパーツに差し込む。そしたら、この配線と基板をこの中にきれいに押し込んであげて、押し込んであげたら、この穴を位置を合わせてセット。なんかちょっと奥まで入ってないのかな。
このスイッチが浮いてきちゃうけど、まあこれはなんとかなるでしょう最後。でセットしてあげます。そしたら、電池を出してあげて、でまあなんか厚紙を挟んでみたいなこと書いてあるんですけど、割とねコツさえ掴んじゃえば別になくてもこうやって入れれるんで、スプリングを避けて入れてあげる。でこっちのスプリングの方にプラスの曲線曲が来るようにしてあげて点灯テスト、こんな感じですね。かなりそれっぽく光ってくれます。こういう感じね。実際もなんかこんな感じですもんね劇中でも。はい、そしたら、ここにこの電池の蓋をセットしてあげる。でこの時スイッチがずれてないように、位置を確認してからセットしてあげる。これで、とりあえずアークリアクターは完成です。そしたらこれは一旦置いといて、次に、前回のね、このヘルメットのパーツを出してきます。前回のこのヘルメットのパーツを出してきて、で、あれ？ちょっと待って、部品が足りてない。このパーツですね、このパーツを、このヘルメットプレートのここにセットします。セットしてあげて、3号についてた3号についてたネジ AP3 号についてたネジ AP を使って3本で固定。要はこれがボールジョイントの受けですね。ボールジョイントの受け、首の関節の受けの部分になってます。なんでこれをねじ込んであげたら、ここですね、ここに、このスイッチを固定してあげます。で固定すんのはこのネジ BP ですね。BP を使って固定してあげる。ちょっと配線の長さがねそんなに余裕があるわけではないので、気をつけて、この配線の裏の突起、この裏の突起をここに挿して、でもう片っぽの穴にビスを入れてあげる。ここをね、なんか先行販売版を動画でアップしてる人の動画見てたら、ここすっごい苦労してたんですけど、なんか今回は割とすんなりついたんで、
もしかしたらここは改良されてるのかもしれないですね。はい、そしたらこれがついたので、このヘルメットの後ろっ側の部分ですね、後ろっ側の部分にこれをセット。なんかおかしい。よいしょ、ここにセットしてあげる。こういう感じでセットしてあげたら、3号についてたネジ EM を2本ですね、2本を使って固定。上の板よいしょ、はい、こんな感じで固定してあげます。そしたら次に横っちょのカバーの部品なんですけど、こういう突起が出てる方、こっちは磁石がついてるんですけど、こっちは突起が出てるので、ここの突起の先っぽに、このプラのパーツをつけてあげます。これは突起が D の字になってるので D の字を合わせて差し込んであげたら、ネジ BP を使って固定。固定してあげたら、ちょっと配線の余裕がないんであれなんですけど、ここに差し込んであげる。で、この突起が下を向くようにしてここに入れてあげると、ちょうどこの接点の横にこういう感じで来るので、これでここを回してあげると接点を押して目の LED が光るという形になります。はい、だからここまでできたら、この2つを合体してあげて、で今回付属のネジ EM を使って この3本で固定ですね。まあ、そのうち1本がね、前あの1号の時にネジ切れたやつなんですけど、まあ一応接着剤で固定してるんで多分問題なくつくでしょう。ここは3本で固定したら、もう一回こいつを回してちゃんとライトがつくか確認。この状態から回してあげるとつきます。こんな感じ。ちょっと引っかかりが少ないんで回しにくいですけどね、ここの溝に指引っ掛け、爪引っ掛けて回してあげると回しやすいですね。こんな感じ。なんかえらい硬いな。まあしゃあないか。そしたら、次この反対側に、これはもうマグネットでペタッと止めるだけなのでセット。ここの突起とここの溝をね合わせてあげる形でここにセット。はい、こうしてあげたらこれで一応ヘルメットも完成なので、パーツが出来上がりました。こういう感じ。はい。
これで一応4号の作業は完成になります。これはまた、手の甲のパーツなんですけど、これは次の5号での作業になるので、今回は取り置きになります。で、まあヘルメットの方もこれでほぼほぼ完成ではあるんですが、あとこの後ろにクリアパーツが来るので、一応まだ完成ではないっていう感じですね。はい、こんな感じになります。それがね来たらね、このこいつが甘いのが治ってくれたらいいんですけどね。はい、こんな感じです。そしたらこれで今回の作業は終了になります。で、次の、次の5号、次の5号では、右腕の関節部を組み立てるっていうことなんですけど、一応中にも書いてあったんですけど、右手首、前回作った右手首に電池を入れてこの手の甲のパーツをつけるっていう作業も含まれるみたいです。はい、というわけでまた次回からも作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。